さんこんにちは。郷土史探訪家の吉松淳二です。こちらが佐賀市歴史民俗館の旧牛島家にあります。旧牛島家はですね、18世紀初頭江戸時代の様子を残す、民家ですね。こちらの特徴的なのはこの頬杖なんですが、持ち送りって言います。持ち送りですね。こう雲の様子をこう刻んであるんですね。まあこの彫刻が大きければ大きいほどこの商家のこう貫禄を示すというふうに言われています。まあ中くらいの商家だったんですね、牛島家はですね。まああとこちらが犬走りと言います。犬走り、まあ今でも犬走りというのは建築用語であるんですが、こう砂利が敷いてあるんですね。でこれは夜間こう人が歩くとこう音がして、まあいわゆるこう防犯になったというふうに言われています。であとこちらに戸板があるんですが、これ犬やらいですね。犬やらい、まあこの上から雨が落ちてきたのがこう跳ねてこちらに行くのと、あとその名の通りその犬猫が床下に入らないようにとかですね、まあこれも防犯の意味を込めたというふうに言われています。あと格子戸だったりですね、まあそういうふうに江戸時代の特徴を残すのが旧牛島家ですね。まあ、それでは今からちょっと牛島家の中をご案内したいと思います。